M&A 総合研究所の向井です。本日は運送業界の M&A についてお話をさせていただきます。運送業界の M&A は今非常に高まりを見せております。これは物流件数が30年前に比べますと約2倍にその件数が増加をしているということとですね、最近ですと新型コロナ、この影響により通信販売、これが老若男女問わず浸透してきているというところもその件数の増加につながってまいりまして、今後もこの傾向というのは続いていくことというのが想定されます。一方、こういった社会的なニーズの高まりに反してですね、業界としては人材不足ですとか、あるいは法令遵守の難しさなど業界共通の課題を抱えてもおります。その経営課題解決の選択肢の一つとして M&A というのが増加をしているとこういったことになります。それでは業界共通の課題について見ていきます。一つ目は人材の課題です。日本銀行の調査によりますと、運輸業の人材不足というのは宿泊飲食サービスに続いて2番目となっております。さらに厚生労働省が発表する有効求人倍率でいきますと、全業種平均が 1.5 倍となっているところ、運送業に関しては3倍を超えておりまして、全業種平均を大きく上回っているという事実がございます。さらに申し上げると、従事する年齢構成としまして、50代以上の従事者が全従事者の4割を超えているなど、従業員の年齢の高まりというところも課題として見られます。2つ目の課題は輸送効率についてです。通信販売で商品を購入するということが、先ほど申し上げたように浸透していることから、小口多頻度化というのが運送業界では進んでおります。それによって1件あたりの貨物量というのが30年前に比べて件数が2倍になっている一方、その量というのは約半数ほどまで減ってしまっています。こういったことから収益性の悪化というのも業界として共通の課題となっています。さらに収益性で申し上げると、同業間の競争の激しさもあります。ですから、なかなか収益性の向上を目指すとしても、例えばそれを単価に反映させるですとか、こういったことが業界としては難しい状態になっています。3つ目は業務効率の課題です。運送業界では法令遵守、こちらがかなり厳しく見られるようになっております。例えば運行管理者の方が運行管理の業務だけを行うことであるとか、法令遵守に関してなかなか適正な人材配置というのが難しいというのも現状としてはございます。こういった課題解決を行うために、今中小企業のオーナー様では M&A を選択するということが増加しております。それではこういった課題が M&A によってどのように解決されるかについてお話をさせていただきます。一つ目は新たな事業体制の構築です。以前から言われております 3PL ですとか、あるいは最近ですと 4PL という言葉もありますけれども、こういった組織体制の構築には資金、あるいは人材の資本が必要になったりですとか、その他にもこういった体制構築のノウハウも必要になってきます。ですから、こういった体制構築を自社で一から行うのではなくて、すでにそういった体制構築ができている企業のグループに入ることで、この構築の近道となることができます。2つ目は収益性の改善です。中小企業ですと、どうしても経営者の方が営業を兼ねているという傾向も多く見られます。こういったやり方ですと、なかなか自社内でのその効率化ですとか、あるいは考えている売上の確保、こういったことが難しい状況にもあります。 M&A によってそれぞれの企業の営業ルートですとか、こういったものを分け合うことによって自社の収益性の改善というのが期待されます。3つ目は IT 化の実現です。業務効率に IT というのは非常に寄与しますけれども、それを分かっていてもどのように導入をしていったらいいのか、あるいはどのような運営をしたらいいのかというノウハウはなかなか持てていない企業が多いです。こういったものもすでにそれを導入している企業のグループに入ることによって、業務効率というのは改善が見られ、それによって収益性の改善ですとか、あるいは労務環境の改善ということも期待されます。それでは実際にどのような企業が譲り受け先の候補として考えられるかについてお話をいたします。一つ目は同じ運送業界、同業種の企業部分です。同業ですと、新たな拠点を持ちたいですとか、あるいはそのエリアの拡充として配送ルートを確保したいですとか、かなり具体的なニーズを持っていることが想定されます。ですから、譲渡
企業様としても強みとしてこういった拠点あるいは配送ルートなどを持っていると、このニーズが譲り受け先とも合致をしやすく、それによって M&A の成立ということが傾向として見られます。2つ目は輸送業の周辺業域の事業を行っている企業です。例えば倉庫業ですとか、こういった企業ですと今までは校内作業ですとか、あるいは倉庫での物流までの商品の保管ですとか、こういったことをメインにやっている企業が想定されますけれども、さらに自社内で輸送まで行いたいというニーズは非常に強いです。ただしあくまで本業ではないものですから、力輸送事業を拡大していくのではなくて、 M&A によってこの拠点や配送ルート、こういったものを拡充していくと、こういったニーズが周辺事業の場合は見られます。ですからご譲渡企業の大小に関わらず、スポット的にもその拠点や配送ルートの確保という観点から、こういった周辺事業の M&A というものが非常に増えてきております。さらに近年増えておりますのが、通信販売事業を主に行っている企業との M&A です。先ほども申し上げましたけれども、新型コロナの影響などによりこういった通信販売事業の売上というのは非常に伸びております。一方で配送ルートについてはやはり確保には限りがありますので、そうなりますと自社内でその配送について人材ですとかルートを確保したいといったニーズが非常に高まっております。例えば家具の販売を行っている企業が、その家具の輸送のための運送業の企業を譲り受けを行ったりですとか、専門性が求められる輸送業界については非常にニーズといっても高まりが見られます。それでは実際に M&A を検討するにあたっての抵抗のポイントについてお話をいたします。まず何よりも大事なのは自社の経営課題、これを明らかにすることです。その企業によって例えば人材の不足ですとか、あるいは人材の高齢化、もしくは法令遵守の難しさ、効率的な事業運営の難しさなど、それぞれ課題というのを持っておられるかと思います。こういった課題というのは自社の弱みとして認識をするのではなくて、今後の課題解決には何が必要なのかという観点を持って、まずはこう洗い出しを行っていくことが必要です。こういった課題というのは譲り受け先側と一緒になることによって解決を行えるということも十分に期待がされますので、まずはその洗い出しから始めて、実際にどういったことが不足していて何を充当するとその不足分というのが埋まっていくのか、まずこれを考えていくことが必要です。もう一つのポイントは、今度は自社の強みについて考えるということです。例えば運んでいるものの、専門性が必要なものであったりですとか、その配送ルートなどこういったものの効率化が進んでいるなど、自社内での強みが何であるのかというのを考えることも非常に重要です。これはお相手さんに対するアピールポイントになるというのはもちろんですけれども、自社内の強みを改めて認識することで、どこの部分を活かしていくと収益性が向上していくのか、こういったことを考えるにも非常に重要なプロセスであると考えています。それでは最後に M&A 総合研究所が選ばれる理由についてお話をさせていただきます。一つ目は豊富な情報量と独自開発した AI マッチングシステムです。弊社では1日数十件のお問い合わせをいただいておりますので、常に新しい情報や譲り受け企業様の新しいニーズというのが更新されていきます。加えてその AI マッチングシステムによって、どういった企業様がどのようなニーズをお持ちでいらっしゃるか、こういったものがタイムリーにご案内が可能となりますので、結果的にそれが成約率の高さにつながっていきます。2つ目は専門性の高いアドバイザーが担当をさせていただくということです。運送業界独自の慣習や業界特有の課題など、こういった知識をしっかり持っているアドバイザーが担当をさせていただくことで、よりご満足のいただける M&A を実現させることが可能となります。3つ目は完全成功報酬制の採用です。多くの仲介会社やアドバイザリー会社では、ご相談を受けたまわる契約を締結をした時に、まず着手金というものが発生することが多いです。また着手金を取らない企業であっても、その後ある程度こう具体的にお話が進んだ時に中間金というものが発生することもあります。弊社では初めの着手金や中間金、こういったものを一切いただかず、ご相談のハードルを下げることを考えておりますので、最後に制約をした時に初めて報酬を頂戴すると
というような形でご相談を受けたまわっております。ご関心をお持ちいただけた方は、まずはお気軽に M&A 総合研究所までご相談ください。詳細は概要欄に載せておりますので、こちらも併せてご確認をお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。